ラボラバールの店長の寺本桃井と申します。ラボラバールが、ラボという意味で、うちはコーヒーと紅茶の研究所なんですけども、でそれをいろいろと日々検証とか研究して、それをお客様にレシピとして、お客様に美味しいコーヒーと紅茶を楽しんでいただけるように日々研究してますね。鳥取県の米子市出身の企業なんですね、クリンツさんも。で、クリンツさんが大倉山にお店を出そうと決めた時に、うちにお声をかかりまして、一緒にコーヒー屋、一緒に大倉山でやっていかないかっていうふうにお声をかけいただきまして、でラバールをここに出すことになりました。一押しが、うちいっぱいコーヒー店なのでコーヒーがおすすめですね。で私ハンドドリップが好きなので、ハンドドリップでコーヒーとかおすすめですし、あとカプチーノも好きなので、そのエスプレッソとかミルク そのバランスとかがすごく、やっぱりカプチーノって美味しいので、それをやっぱりぜひとも味わっていただきたいですね。紅茶がうちはロンネフェルトという紅茶を使っておりまして、アイリッシュノートっていう茶葉があるんですけども、それがすごく人気ですね。カカオとかがたっぷり入っているので、ロイヤルミルクティーにしたら最高に美味しいですね。ここではメニューとしては使ってないんですけども、でも言われたら作ります。いつでもおっしゃってください。はい、体調管理です。はい、なんかやっぱりそのすごくそのやっぱり精神面とかが出ちゃう仕事だと思うので、楽しい空間を作れるように、自分で休みの日は美術館に行ったりとか、あとは美味しいものを食べたりとか、知り合いのバリスタのところに行ってペラッと話したりとかすることを大切に心がけてますね。やっぱり愛ですかね。愛を持って、なんかやっぱり来た方を抱きしめれるぐらいの愛を持って接する料理はしてます。カプチーノとコーヒーは世界を救います。カプチーノはやっぱりふわふわしてるし、やっぱりミルクとエスプレッソのあれは共同作業ですよね。やっぱりエスプレッソだけだったら出ない美味しさ、ミルクだけだったら出ない美味しさが重ね合うので、しかもそこにバリスタの手が加わって、アートもしかも加わったら、本当にそれだけですごく幸せになれるドリンクだと思いますので、私はそれは日々の生活に必要なものかなと思います。